こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ノービザ観光が解禁された途端、わずか1週間で日本訪問客が 2000% 増加した韓国ですが、韓国は観光産業が22年連続で赤字のようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。政府が観光業の振興対策を打ち出した最大の理由は、常態化した旅行収支の赤字によって経常収支まで揺れる現象が固定化しているという判断のためだ。特にコロナのパンデミック以降、各国の政府が海外の旅行客の誘致に乗り出した中、韓国だけがこの流れに乗り遅れる恐れがあるという懸念も作用した。実際韓国の旅行収支の赤字は1989年の海外旅行自由化以降、数十年間も続いており、経済の痛手になっている。コロナで停滞していた旅行収支の赤字は、今年下半期の海外旅行の本格的な回復傾向と相まって増加に転じた。韓国銀行の国際収支の量によると、今年1から10月の旅行収支の累積赤字は63億900万ドルだ。一般旅行だけでなく、留学や研修など国外で使う金額は、外国人が国内で使うお金よりはるかに多いという意味だ。特に今年は1997年以来初めて9ヶ月連続の貿易収支の赤字が表面化したことで、経常収支の黒字まで危うくなっており、それほど旅行収支の赤字は痛い。韓国の観光はコロナ以前から逆方向に進んでいる。北朝鮮の観光だけにオールインしていたムンジェイン政府は、大統領秘書室を改編して観光振興秘書官をなくし、大統領傘下の機関だった国家観光戦略会議も首相傘下の機関に格下げした。ユン政府になっても観光のコントロールタワーは依然として崩壊したまま維持されている。一方の隣国の日本は、すでに2010年代半ばで観光客3000万人、観光収入300億ドルの目標を達成しており、韓国との開きを広げているのが実情だ。それではネットの反応です。数日前に聞いたところによると、日本の空港の半分が韓国人だそうだ。このゴミのような奴らは日本不買運動からどれだけ経てば日本に行けるのか。これは全て大統領から売国奴のような奴を選んだせいだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。